すっかり日が暮れてしまいまして、久しぶりの夕方の紹介になりますが、夕方の光が似合うんですよね、このグレーには。こういう、スポーツ、これから売れるんです。特に新春の、売り出しの時にはですね、こういう、ベーシックカーですよね、いわゆるスバルでいうところのベーシックカーの需要が急に上がりまして、でおかげさまでですね、この GP もそうですし、それからこの前の GH 型のインプレッサー、それから先日来紹介してます、XV ですね、それを実はちょっと丁寧に今品揃えをしておりまして、次号のですね河原版で、そういった車の、特集をしようと思ってます。で先日紹介した G4 はですね、すでにお客様に、売れましてですね、セダンの方はちょっと品物がもうショールームの中にある、今の現行の未使用車の展示車だけになっちゃったんですけれども、スポーツに関してはインプレッサーですね、まず GH のインプレッサーの5ドアのワゴン、ハッチバックというよりもあれはワゴンって言ってるんですけど、それからよりワゴンらしくなったこの GP系、それから GT もあります。その GP の XV、そういった車をですね、スバルにこれから初めて乗ろうとする方とか、あるいはまたもう持ってるんだけどもちょっとダウンサイジングしようとか、いろんな方いらっしゃると思うので、そういったいいところをですね今日は紹介しようと思います。これはですね、四輪駆動なんです。見た目は全然わからないんですけども、型式がですね、GP3D53C というね、53C というアプライドモデルが C ね、いい色でしょ。ツヤツヤ。なんか最近ですね、車の顔とか映さないというのは僕のポリシーだっていう、なんかね、動画撮るときに勘違いされてるところがあると思うんですけど、いや、現場の事情とかそういうことだけでですね、決して顔を隠すとかそういうことじゃないですね。いろんな現場の都合があります。ご存知のようにリハーサルなし、一発撮り、シナリオなしでございますので、ガサガサでね、外しましたけども、これなかなかね、アルミペタルね、シートもね、結構ね、そんなすごい革とかじゃないんですけども、結構ピシッと締まっててね、いいと思うんですよね。で、ご存知のようにこの車大ヒットした、スバルのね、大ヒット車ですのでね、悪いはずがないんですね。悪いはずがないんですけど、ちょっとマイナーチェンジをしたタイプになりますので、僕が下ろしてた 1.6 リットルの頃と比べると、僕はFF をね、下ろしてたんですけど、真っ黒い FF で、あれ良かったですね。FF フォローして良かったなと思ったんですけど、やっぱりその四駆っていうのはスバルの場合は欠かせないわけですよ。なぜかって言ったら、何しろですね、その開拓者でもありますし、FF も開拓者なんですよ。それともう一つ、やっぱり雪道は絶対強いですよね。FF でも困るようなことはないんですけど、やっぱり四輪駆動じゃなきゃ走れないところがあることは事実なんで、そこで安全性を高めようとすると四駆は必須、そういうことはあります。でただ僕の場合、ある程度スバルの特性を知り尽くしてるっていうと、ちょっとおこがましい言い方になるんですけども、
よく知ってますのでね。ですから、実は海田高原飛び回ってたのも FF だったですしね。ドボッと入っちゃわなければ、でドボッと入って、安心してドボッと入っちゃうと4区でもダメですから。そこをわきまえるとですね、海田高原のその山の中をですね、出た時に、この車が FF でね、飛び回ってて、まあ今もその頃のね、写真をあちこちで一部使ってますけども、愛機の紹介のところでですね、そういう、まあなかなかね、これにはいい思い出があって、この警戒感、この警戒感ですよ。まあリニアトロニック、もうインテリジェントリニアトロニックが出てきて、でそれとの、まあ、1.6 リットルエンジンの、相性の良さですよね。それから車全体がとにかく軽いので、軽快に走る、そこが魅力です。いつ乗ってもね、楽しい車ですよね。レスポンスなんですよね。まあ、最近日がね非常に短くなってきて、暗い時間がね、増えてますのでね、これからますますこう寒くなっていくと思うんですよ。どん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 地球のね、この北半球が冷えていきますからね。でピークが2月頃ですよね。まだお正月ぐらいまではそんなにね、冬だって言っても寒さがね、ものすごく厳しいわけじゃないですけども、僕はもういつも思うのは1月の終わりぐらい、まあ大体10日過ぎるとね、急に寒くなっていくじゃないですか。1月も来月も、でそこからですね、1ヶ月間ぐらいでキーンと冷えますでしょ。でキーンと冷えてる時はキーンと冷えてる良さがあるじゃないですか。僕寒いのはね苦手なんですよ。苦手なんですけど、ああいうそのところっていうのはやっぱり日本っていうのはいいですよね。その四季があってメリハリがはっきりしてて、東南アジアのような夏があるかと思えばですね、この辺りはもうドイツの北の方の寒さに近いところもあればね、四季折々のね、良さが楽しめるわけですけども、まあこれからキーンと冷えていってですね、キーンと冷えていって、この辺の恐ろしいのはですね、キーンと冷えて朝起きたら、まあ1メーターなんてことはないんですよ。30センチとか降ってる時あるんですね、まれに。こういう時はもう四駆の天下です。これはですね、もう嫌おうなく四駆の天下だから、僕はそういう時になると、昔からですね、レオネの頃からそうなんですけど、うわーっとね、うわ走りてーって言って、もう出てくわけですよ。ビューンと、車なんかいやしないですからね、ビューン。昔は今みたいに四駆ないですから、みんなもう息打ったら外出ないじゃないですか。そういう楽しみをね、随分味わわせてもらいましたけどね。広いところでダンス踊るみたいにね、ビュンビュンビュン振り回して、さあそういうことでですね、ちょっとこの車、やっぱりね、今のその交差点を曲がってこのグッと踏み込んだ時に、良さがね分かりますね。今前の車がねいなくなりますので、ね、ちょっと踏んでいきます。前を映してみてください。これですよ。このアクセル抜いた時にね、ファーッと前に出てくるんですよ。この転がろうとしていく感じがね、リニアトロニックの良さなんですよね。グッとグッと加速しますよね。これビューッとアクセル戻すとギアがビューッと高くなっていくので、で前コロ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 といくわけですよ。で、まあ、この車の場合にはエスタとかそういう切り替え装置がありませんので、もう普通にデフォルトで何も切り替えがないソリッドな特性のやつで、
ドライブとかそういう技術じゃないですから。動力にた必要な制動力を本当に必要な動力でギュッとスーッとリニアに制動力が立ち上がりますから、ここはeボクサーがやっぱり他のメーカーの その回線の強いリハビリティに比べるとeボクサーってそういう嫌味なところがないんですけどね、やっぱりこの NA の自然吸気エンジンのナチュラルなリニアですね、リニアでナチュラルなブレーキのかかり方とやっぱり e ボクサーは違いますね。で逆に言えば e ボクサーはそういう回生をしますので、ね、エネルギーを回生するわけなので、逆にこういう味を持ってたらですね、エネルギーが有効に使えないわけで、まあ、そこはそれでしょうがないと思いますけども、まあ、エネルギーの有効利用ですね、そのための電池付きですから、ただこれにはそういう足かせがないのでね、非常にこう伸びやかに気持ちよく走るし、ここからこのブレーキをこうスーッとかけていった時の引き方がね、ノーズがこう動かないでしょ、本当に丁寧に荷重移動がですねこうできるというね、特にこれから下りになるとよくわかるんですよ、上りになるのでこれ今引力に逆らってですね、重力に逆らってこう残ってるんで、アクセルを離せば当然エンジンブレーキが効きますからね、ブレーキにそんなに耐える必要はないんですけど、これは下りになるとまた変わってきましてですね、随分ダンプが降りてきますね、災害の復旧をやってるんでしょうかね、仙立てね、まあ、渚地区の、今リニアモーターカーの土砂が捨てるところがないということで、ね、あれ一見できないんですってね、長野の土を岐阜へ、ね、持ってくる、岐阜県の中津川に持ってくることができないなんてね、変な話ですよね、こっちなんか使うとこいくらでもあるはずですよあれだってね、もったいないことするなと思ってその人に言ったんですよ、いやだってすぐそばに前、鉱山だった木曽路ホテルがやってる特殊成功っていう鉱山だったところなんかもう空き地があるんで、ああいうところにほら擁壁作って、どんどん土入れて広いところ作れば今流行りのグランピングの施設ができちゃうよって言ったの、それが
つまむしくが流れちゃいますよ、まあ、そういうことかと、まあ、もしものことを考えるとそういうことかなと思ったんですけど、うまく使うとね、掘った土が全部、ね、土地を生みますからね。中津川の今車両基地も埋めてね、作ってますけど、うまいこと埋めますよね。さあ、余分な話はさておきとして、ここでスーッとこのブレーキでスムーズに、嫌な引っかかりがないんですね。ここはアクセルオフだけで綺麗に曲がれるじゃないですか。ここはね、こういうところは、これをもう少しタイトなコーナーになった時、そういう軽くブレーキ、軽くブレーキですね。で、ここで抜く、抜いたか抜かないかわからないぐらいのところで抜いてあげると、こう車がスムーズにこうラインをね、取っていきます、ね、ここで踏んでパッと離しちゃダメですよ、ね、ここで踏んで離しちゃダメです。これはもうこの辺から軽く踏んでいってそーっと今離すんです ね、 ね、そーっと離してで、そういうすごく丁寧なタッチに対してこの車はすごく言うことをよく聞いてくれる可愛いやつです。可愛いやつです、ね、しつけですよね、これもね、車のね、まあ今ちょうどシェパードをね買っていて、いつもシェパードの話するんですけども、もうプーラーとかボールがもう大好きで大好きで、もう好きで好きで、で引っ張りっこしたいわけですよ。で引っ張りっこしたいからこう持ってくるんですけど、じゃあ離せって言うとですね、離さない離せって言うんですけど離さないで、それを無理やり引っ張って離すとね、余計離せなくなっちゃうんで、まあおやつをトリートをねこう見せて離させようとするんですけど、もうねボール大好きだとね、トリートよりもボールがいい。今日も昼はねプーラーがいいから、なんていうの、プーラーって丸いやつなんですけど、これをその食わえちゃってね、もう離さないんで、投げようとするときに、今度ね面白いんですよ。離せって、投げるから、投げるから離せって言うと離すんですよ投げるから離せってこうやって離すんで、ピョンと投げてやるんですけど、テーッと追いかけて、まあそれと一緒でですね、これがまあそのしつけというかね、上手なブレーキの扱いみたいなねところにね、こうつながるのかなと。要するに急にですね、急にこう短い距離で制動をかけて、ぐーっとかけてポッと離すと、車のこの荷重がですね、急に後ろへポッと行ってフロント荷重が抜けるのでね、で、そういうことではなくて、なるべくノーズが上がったり下がったりしないような走らせ方をするととってもいいですね。最新の車っていうのはもうここもすごく良くなってて、で将来はね、ここがずーっと一体化したものにきっとなるよって言ってたら、本当にクロスレックがなりましたよね。ずーっとこう一体化してるじゃないですか。で新しい時代の、幕開けになってるわけですけども、ついにこのスバルのベーシックカーもね、センターインフォメーションがついて、まさにこれがずーっと一体化して思ってた通りになってるんですけど、まだね僕の体の中にはね、レボーグとかいろいろ含めてですね、完全に新しい世代のインフォメーションシステムが完全に染み付いてなくて、実はこの時代のこのものに乗るとですね、今こう本当にこう乗ってみて思うのは、本当に心地よいですね、乗り味が。だからやっぱりこういい車っていうのは焦ないですよね、いつまでも。まあ、これセダンもねなかなかいいんですよ。セダンもそれほどはね売れてはいないというもののね、やっ
っぱりある程度の台数は出てて、でセダンの良さっていうのは先日のね B4 の動画の中で、この本当に自分のための空間を持つっていうこと、あるいはまあ、あのお客様との空間を大事にするっていう時にやっぱりセダンの持つ意味はものすごく大きいですね。でスバルのワゴンとセダンのものすごくいいところっていうのは、まあ、今他のメーカーもそれを追いかけてきてると思うんですけども、もともとですね、あのセダンとワゴンの合成がほとんど変わらないとかですね、あの同じ気持ちで、あの目的は違うんだけれども、セダンもワゴンも同じ性能、機関性能をですねきちっと出すっていう、そういうフィロソフィーで作られてるんで、どっち買ってもいいわけですよ。それで逆に言うと、このスポーツの価値がぐんと上がってきて、あのセダンに車ってセダンだろうって思ってた人がみんなスポーツを買うようになったわけですね、きっとね、あの便利ですから。まあ、そういうこうこの歴史の中でですね、改めてですね、このここから前がですね、セダンもワゴンも一緒なわけですけど、こう運転するとこのドライバーズカーとしてですね、本当によくできてるんで、あのインプレッサーの好きなお客さんはと乗ってくれるんだろうなと思います。本当にあのいい車がですね、どれを乗ってもですね、本当にこれ冗談抜きでですね、どれ乗ってもいいので、その乗ってああよかったっていう時のそのインデックスがやっぱり開くので、パッとインデックスが、あの時確かこうだったなと思いながら、ああそうだそうだと頭の中でね、こう今引き出しをこう開きながらお話ししてるんですけども、このちっちゃいリニアトロニックを作るとはね、思いませんでしたね。もう一つあるとはね、これはしっかりした戦略でしたよね。二つあったと。でこのインテリジェントリニアトロニックが今あの e ボクサーにね、なって、で、もう一つのスポーツリニアトロニックになった一番最初のレガシーのね、 DR 系に積んだ一番最初のものがですね、実はそれが大革新をしてですね、パフォーマンストランスミッションに、制限してると。でどっちのトランスミッションもベルトですとかプーリーをどんどん改革してて、レーションカバリッジを増やして、さらに変速比をね大きくしてる。これがね、あのリニアトロニックのね、不滅な理由ですね。はい、ということで、今日は一番最初のインテリジェントリニアリトロニックを搭載した時の、マイナーチェンジ、ちょっと大きなマイナーチェンジをした、